カブトクワガタ。新宿谷への釣り。ここが秘境の谷へ通じる釣り橋か。あの人に見つかる前に。おっと、私を呼んだかな。今度こそ通さないぞ。ここから先には行かせません。エクストリムさん、大丈夫ですか。心配になってついてきちゃった。やっぱりあいつが出てきたわね。応援しかできないけど、戦う虫がいなくなったら。真夏、さなぎ、ありがとう。黒い服、あなたが何て言おうと、俺はここを通ります。エクストリムと言ったかな。その、黒い服は、やめろ。赤い目の虫のことを君に教えるつもりは。そして君は、秘境の谷へ行くこともない。この虫には勝てないからだ。相手は五本図の兜。オス、体格、特別、強さ、340。戦う虫を選びます。ヘルクレスオオカブト。どのヘルクレス、オス、2号。ヘルクオス、2号。育成、体格、特別、元気、10、強さ、340。君の虫は、いけ、ヘルクレスオオカブト。性格勝ちで君が先行。君の攻撃力は64。相手が攻撃してくるよ。相手の攻撃力は54。やった。君の攻撃が A か B ボタンを押して。君の攻撃力は64。よし、勝った。よっしゃ、勝ったぜ。エクストリム、虫使いとしての腕を上げたな。ではこいつには勝てるかな。相手はアトラスオオカブト。オス、体格、特別、強さ260。君の虫は左側だ。いけ、ヘルクレスオ。性格負けだ。性格負けで相手が先行、攻撃してくるよ。相手の攻撃力は52。君の攻撃だ、A か B。君の攻撃力は58。やった。相手が攻撃してくるよ。元気アップ、元気が3増えた。相手の攻撃力は58。君の攻撃だ、A か B。君の攻撃力は15。しまった。相手が攻撃してくるよ。相手の攻撃力は52。君の攻撃だ、A、元気アップ、元気が3増えた。君の攻撃力は64。よし、勝った。よっしゃ、勝ったぜ。エクストリム、どうしても谷に行きたいならば来るがいい。だが君には何もできないだろう。あいつらと対面した時、自分の無力さを知り後悔するだけだ。じゃあな。釣り橋を渡って秘境の谷に行きますか。行く。よーし。もちろん僕も一緒に行く。謎を解いて地球に戻りたい。ただあの黒い服の人、本当は悪い人ではないと思う。どうしてそこまで思うの。だってあの人、僕、ええ、なんです。僕のお父さんもあの公園で行方不明になったんだ。最初はよくわからず、数日前ってこと。とにかくあの黒い人、いや真夏のお父さんも秘境の谷に住んでるって村長が言っていた。ここは秘境の谷。水のここまでの内容を保存します。保存する。